本当に小さい頃から、聞いてたアナウンスで、まさか自分が、呼ばれるとは、ちっちゃい時思ってなかったので、すごく嬉しく思います。まあ、一番近くで、お世話になったお母さん、ありがとうと伝えたいです。ピッチャーとしては、三振を取ることができるというところ、野手としては、足の速さと、スイングの強さ、自分の中では自信があります。リーグは違うんですけど、投手として、対戦したいのはヤクルトの村上選手、打者として対戦したいのは、ロッテの佐々木投手、対戦したいと思ってます。